はい、おはようございます、永田です。とというわけで、まあ、前回ねストライクの動画から今回はフリーダムということで、まあ今現在のオバブのフリーダムといったら、まあ、どうしてもねライジングの方の印象が強めですが、てか向こうが使いやすすぎるしちゃんと強いんだよね。もうライフリが解禁されてちょい経ってるけども、こんだけしっかり強いと思わなかったし、こんだけちゃんと評価されるとは思ってなかったんだよね。まあ、最初のライフリの動画でも言ったけど、まあ上手いやつが使えば答えてくれるエアリアルポジかなと思ったけど、なんかその枠を超えて割とちゃんと強かったようでね、まあ、採用率高めということで、まあライフリとフリーダム比べるのもちょっと違うような気がするけどね。側だったりね、出してる武装はなんか似たような感じなんですけど、まあコマンドの関係上だったり、あとは思想というかコンセプトが、ライフリは本当に真顔キャラ、まあそこに機動力が良かったり、まあサブ能動的に当てていけるし、でシードで逃げることもできる、まあ基礎からプラスアルファ 2A のくっつけましたよみたいな、まあそら 2A はなってところで、で対するフリーダムは、まあ特殊格とバレルロールを起点に 2A 弾流したりだったり、まあおばひでね、なんかおしゃれに、まあ弾をつなげてみたりあがいてみたり、まあそういうことをやってみてはいかがですかみたいな、まあそんなキャラだから、まあ単純な強さ、キャラパはね、現環境、まあ採用率見てわかる通り、まあライフリに軍配が上がりますが、この25本家フリーダム、譲れないものがね、まあサムネやタイトルにある通り、特殊のフルバーストゲロビっすね。まあこれはさすがにライフリにね、勝ってる部分でしょう。てかまあ、強えよな、こいつのゲロビ。まあおそらくこのゲーム全体から見ても、まあかなりね、高性能な部類で、でご存知特殊格闘のねバレロから出すと射角もいろいろと、まあ、融通が効くということで、まあ、今回はねそこら辺をピックアップした。俺がフリーダム取ってくるとね、まあ、大体ブーカク絡めたわーコンボかっけーみたいな、そういう動画ばっかな、そんな気がするので、たまにはねゲロビをピックアップした視点をどうぞということで、今回実況やっていきましょう。よろしくお願いします。さて2戦目から始まりまして、敵の編成がダブルオークハンター、そしてライジングフリーダムガンダム。早速新旧フリーダムの対決、ちょっとずるっと落ちてしまったが、メインから後ろ角とアンビテクストラスハルバードモード、ちゃんと言えたかな、そちらでしっかりとカバーをしてから、まだまだ続く2号同士の対バン、こちらクスフィアスやバラエナを流してみるが、おなんか我ながらいいブーストの使い方、建物も使ってからに、そんでもってここは欲張りの N 格闘2段から後ろ汗デストロイ殺し。ここでいいとこで相方を助けに行きたいクアンタを相方から剥がしてやるが、さあ敵のライフリがなかなか離してくれない。イモータルジャスティスも飛んでくる、しっかりとステップを避けながら、ここはスイッチングしたかな、クアンタ見たいが、やはりこちらに来るライジングフリーダム、モテるフリーダムは辛いが、さあしっかりと特殊避けて、避けてというか反応してはいたな。さあここはちょっとブースト危ういところでガードが挟まってシード発言するタイミングは逃したが、まあまあまあ耐久的には問題ないでしょう。相方のライフリがカバーリングで抜けてから敵のライフリを落としてくれた、非常にありがたい。さあこのクアンタが残ってるこの状況、まあ相手がねニューガンダム編成だった時もありがちではあるが、まあこうなってくるとライフリ3回もちょっとだけ視野といったところか。さあここはいいところでブースト回復、シード発言してクアンタがファイティングバースト、まあ、ここはそんなに無理に助けなくてよかったとは思うが、言わんこっちゃない、なかなか辛い感じになってクスビアス2連は当たらず、まあ、ここはライフリの特殊に当たってしまう。格闘コンボ全部もらうよりは休めかと自分を言い聞かせて、さあクアンタに向かって、まあ、なんかねバレロからの弾が当たってくれれば嬉しいが、さあライフリが覚醒からちゃんと着地を取る、バラエナプラズマ収束ビーム砲。さあ追いすがるライジングフリーダムをなんとか後ろ格闘で逃げながら、ここおおいいですね、真下打ちのゲロビーだが、ここはブレイブを食らってしまって先ほどの頑張りが無になってしまうが、ミーティアの一斉射なんか当たったのでよし。てかこうやって試合全体見てみるとね、まあ、個人的でもあるんだけど、もっとバラエーナ打ちてえよな、まあ、さっきも言った通り、まあ、今着地も取れたりするから、まあ今まで通り高火力の、まあ、追撃パーツとしても使いてえし、そろそろここらでねバラエーナとクスフィアスの断層を
分けてみてはいかがでしょうかみたいなのをね、ちょっと前から思ったりしてるんですよね。それが新要素を生かすのであれば、まあ、特化火星の高速バレロの時に撃つサブは無料みたいな、まあ、それかなんかこう高火力のね別の専門の専用の技が出たりとかね、そういうのがあってほしいなみたいなのを感じます。それじゃあこちら見ていきましょう。そろそろアサルトバスターが切れそうな感じがするが、ここはバラエナでしっかりと着地を取っていく。今のは片方ヒットだったっけな、まあ、両方で141とか、まあ、それくらい飛ぶくらいではあるが、おっとここはアルケビウスとの相打ちどころか、まあ、ダメージ的にはね完全に負けてはいる。まあいいところのね特化勝者ではあったんですが、さあクスフィアスを曲げながらで相方が取ってくれた。さああとは V2 ガンダもやっておきたいところではあるが、ここは無理やり格闘で軸を合わせてからフルバースト、これは気持ちいい。さあファラクトがバーストを吐いてちょい、おーすげえ、あまりにもアルケビウス。しかし相方の救援も間に合ってはいないが、まあダメ取ってくれたのは感謝。ここからは気をつけておきたいが、さあここはカバーリング、ちょっとミーティア迷ったがめちゃくちゃ冷静にシード発言して、いやしかしこれはきつい、間違いなく何か取られるので少しでもあがいておきたいが、おっとシードからの朝バスのズンダでかなり減ったぞ、ゴリッと減ったが、さあ勝者は当たらず。しかしここはビッグフットをしっかりと避けてバラエナを当てていくと、さあそろそろ落ちそうな感じ。ここからはコストオーバー、コラキが当たってさらに狙撃を食らってしまった。まあギリギリ覚醒が溜まっているので、まあこちらを使ってまあ、詰めていきたいところだ。先に入ってくれたのは相方のライジングフリーダム。さあダメージを取ってくれる中、こちらができるのは援護だ。さあこちらはカバーリングを吐いて、あとはファラクト、それかどうするか、上を取ってからこれだ、特化のバレロからの特殊射撃、フルバーストでファラクトにとどめを刺して終了だ。それではラストの対戦見ていきましょう。敵の編成がハイニューガンダム、そしてジオ。おっとまずは格闘シース、敵のライフルの曲げ打ちが来たが、なんかよくわからんがかわせた。さあハイニューガンダム強化になる前に何かしらワンパン入れておきたかったが、まあ言うて相方もねハイニューなんで、ファンネル同士の代理戦争よろしくお願いしますといった感じで、こちらは2号コスト同士のタイマン。さあバレロからの特殊、まず一発当てて、これは嬉しい。確かどっかの調整でなんかカスヒットでも結構ダメ入るようになったみたいな、なんかそんなね補填があった気がしますが、まあとりあえずね特化のクスフィアス、そしてバラエナでしっかりとダメージを取っておくと。さて一旦疑似体も退けて、ハイニューガンダムもまあ強振が終わって、まあ一旦膠着状態、休戦といったところですね。まあ相方もハイニューなんで、そこら辺に合わせなければいけないが、ここはフルバーストしっかり狙っていく。いやかなりねご機嫌なゲロビ、非常にありがたい。ここまでできたのであれば、ループスビームライフルでジオを落としておくと、体中が動物園。さあ再び排入同士が強振で争っている。さらに歯茎ガン向きのブーカクは普通に迎撃されてしまった。ちょっと遺伝子のどこかにブーカクを振らねばいけないみたいな、そんなのがあったようななかったような。さあ相方がバーストを吐いてくれて、おおやってるやってる。まあここら辺はねちょっと半端な低コストは太刀打ちというか手出しができないので傍観しておく、まあ、耐久を残しておくのが偉いですね。まあ、何かしらアスランのアシストが当たってくれれば嬉しいが、さあパラスアテネはちょっとギリなところで、まあおばひになってしまったが私は元気です。さあジオに向かってブーカク入れられたが、なんかちょっとファンネルが敵か味方か分かんねえんだよな、ちょっと色を変えてほしいところではありますが、さあジオに向かって、しかしソードが食らって、まあ C 角からの、ああだいぶ雲行きが怪しい、一度退却だが、ハイニューガンダムめっちゃ減ってる、落としてくれた。さああとはハイニューもしか、おここは固められて横角からファンネル、敏感すぎる、ストレートに働きすぎて、さあかなりグダってはいるが、そこは相方のハイニューガンダムが敵のハイニューを落として終了ですと。はい、というわけで以上がオーバーブーストのフリーダムガンダムの視点でした。まあまあゲロビのいいところはね見せれたんじゃないでしょうか。まあこの機体情報が急務ってわけではないけど、まあ、仮に来るのであればね、さっき言った、まあ、サブの、N サブと後ろサブの段数分かれてくれると個人的には嬉しいなってとこでしたね。はい、というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷にもご期待ください。